ごきげんよう、月見堂マナトです。死神、続きをプレイします。2階渡り廊下にあるこっくり神社、そこのお社が何やらいや何やらきな臭いということで見に行くことになってるんですが、情報収集ということで姫ちゃんにお話が伺えそうなので、生徒会室に行ってみることに。あー、いてくれた。うん、門田くんを探してたんですね。フーキーの門田くんを探してうろうろしてたんですけど、まあ会えました。で、予告状をもらって2階渡り廊下のという流れなんですが、うん、先生、角田くんは見つかりましたか？見つかったよ。新しい予告状の方もな。ついに来たんですね。私にも見せてもらえますか？うん、予告状見せた。また誰かが殺されるんでしょうか？それを阻止するのが俺の仕事だ。誰かが殺されるんでしょうかって、ものすごいものすごい会話をしてる。そのために君の知ってることを話してくれ。でも顔のあざ、姫ちゃんは顔のあざ、みちほちゃんは髪の色、時計塔で占いじゃない時計塔でそれぞれ呪いを受けているこの状況、人の生き死にがかかってるっていう非日常的な中にあるんですけれども、まあ誰であれね、守れるならば守りたい。よし、話を聞いてみよう。今日の昼休みなんですけど、私時計塔行ってみました。時計塔に。おい、危ない真似はよしてくれ。大丈夫です、昼間に幽霊は出ませんから。昼に出る幽霊もまあいるところにはいるから。でも中には入れませんでした。扉が開かなかったんです。扉が開かない？妙だな。誰かが鍵をかけたのか？それは考えにくいかも。実は時計塔の鍵は紛失中でして、だから今は誰も時計塔に入れません。鍵？ないんだ。でもあの夜は開いていた。これも死人の力なのでしょうか。呼ばれたのか、時計塔に。普段、どういうことだ。一度調べる必要がありそうだな、時計塔。ますます怪しい。やっぱりこの一連の事件、時計塔がラストダンジョンになるのかな。承知しました。鍵は私の方でも探してみます。どこ行っちゃったんだろう、鍵。うん、ああ、でまあ本題はこの辺ですね。今回怪異として出るとしたらこっくり、狙われるのはヨタモノ。すみません、幽霊のことはさっぱりです。みちほに聞いてみてください。教室のある神道2階にいると思います。はいね、前回お話を伺ってこっくりおじさんの噂を聞きました。ヨタモノ、誰が狙われてるんだろう。ヨタモノですか。モデルや金賞に比べると感覚的でどうとでも解釈できますね。該当する人を探すのは難しいかも。ごもっとも。死人が持ってたら無理。絡んでるんでしょうね、紛失も。一応全部回ってみようかな。ああ、職員会議でしたか。図書室。お社があるんだったらそれに関する資料みたいなものなんかないのかな。どうしたの。はい、行き先を教えてくれて親切。渡り廊下はここから出るのかな。うん、シワの寄った紙が貼ってある。警告、2階渡り廊下への立ち入りを禁じます。
こっくりおじさんの声が聞こえたという社はこの先だ。扉に鍵はかかっていない。行ってみよう。鍵かかってないのか。あ思いっきり結界扱いになってるんですが、てかなんで渡り廊下にお社があるのかも気になっちゃう。このしめ縄、ここと向こうを隔てるという意味で結界が、だからここ来ちゃいけないんですよ。神道と、うわーびっくりした、誰かいる神道と九島を結ぶこの道ってのも意味があるし、そこにお社があるのが、この現世と移しを、あの世とこの世を結ぶ廊下みたいな感じですしね。てかこの子、あこの子見たことあるなこの子を放課後うろうろしてる時に見たことがありますよ。不良少女、あ思いっきり不良少女、あ顔が決まってる、これやばいやばいですね。日焼けしたギャル風の女子生徒が社の近くでぼんやりと立っている。やばい、気さくに挨拶する、教師らしく注意、放っておく、いやちょっと様子見を明らかに絶対なんか怒るフラグをビンビンに感じる。こっちはダメなんだ。あのさ、この扉の前に貼ってある大げさな締め縄って何なの。多分霊的な意味で入るなってことだよね。なんか鳥肌立ってくるんだけど。その感覚は大事だと思う。なぜだ、なぜ向こう側は閉じられていて神道側も鍵かけとくべき。ここ霊的なスポットやで、思いっきり。あやしろ、このお札虫っていうかムカデっぽいんですよね。この子を無視して調べて大丈夫かな。うん、うん、とか言って古いやしろが立っている。これがこっくりおじさんの噂にあったこっくり神社だろう。よく調べてみよう。調べる。見ての通り小さな社だ。祠と呼ぶべきかもしれない。これは日本各地でですね、まあその土地神様祀ってたりとかで、ほんと道路のね、片隅にとか突然立ってる不自然なお社とかあるんですけど、まあそういうことなのかな。動かすに動かせなくて祀らざるを得ないみたいな。でもこんな渡り廊下の2階、長い間風雨にさらされたせいですっかり風化してしまっている。その他気になる特徴といえば、たくさんのお札が貼られていることだろう。どこかこの近所、あ、まあ、神社、うさぎの神社か、拝みに来たりしてるかな。描かれているのはムカデのようだ。ムカデ、あ、わずかな隙間、中に何かあるようだが暗くてよくわからない。戸を開けなくては、戸を開けなくては。ドキドキ、やばいやばいやばい。そばにいる女子生徒が陰気な声でつぶやいたつぶやくっていうレベルじゃないんだよな。疲れてるんじゃないかな、もうすでに。気にせず開ける、やめておく、あやめときたいけど、悪さじゃない調査です。やばい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 。おお、よたものだな。よたもの、ちょっと面白いな。あけどもう侵食されてるな、キノコ。こっくりおじさんの呪いか。おたけびとともに女子生徒が襲いかかってきた。手に何か持ってる。あ、襲いかかってきた。やばい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 。どうするどうする。何ができる。女子生徒は凄まじい形相で警棒のようなものを振り上げている。その警棒どっから持ってきた。
首にはキノコらしきものが何かに取り憑かれているのかもしれない。いや、明らかに取り憑かれておるやろ。アクション何ができる？バックで攻撃を受け止めるか、こっちから攻撃するか。ヒロさん一人はちょっと可能性が協力できる。受け止めるか攻撃するか。いやー、これ向かってくるんだったら受け止めてみる。よし、これなら二人でバックを盾にして10セートの攻撃を受け止めようとした。80% 超えとるで、 80% 超えとるで。これ実行できるやつ。あー、できた。でもこれが正しいかどうかはまだわからない。二人でバックをしっかりと持ち、襲いかかる警部を見事に受け止めた。よし、うまくいった。お、倒れた。大きくたじろいだ。今だ、拾う。彼女を抑えてくれ。え、あ、わかった。おとなしくしなさい。ナイスコンビネーション。女性と拾うが後ろから羽交い締めにする。そこへ加勢するように自分もすかさず彼女を抑え込む。大丈夫か、振り払われる。お、女子生徒は雄たけびを一声上げるとぐったりとおとなしくなった。あっさりと。あ、正解。おう、あ、しかも1回でよかった。え、これでいいのか。気を失った女子生徒の首からいつの間にかキノコは消えていた。やはり霊的な現象だったらしい。噂を信じるなら社の呪いということになる。社守ってたか。ヒロ、その子の様子を見ててくれ。俺は社の中を調べてみる。分かったよ。そんなにまでして中に何が祀ってあるのか。社に近づくと札の貼られた戸に手をかけた。ああ、なんか呪われない。ヤシロの中には奇妙なものがあった。これはなんだ。虫、気持ち悪い。なんかトゲトゲしてる。気持ち悪いよ。理科の実験で使われるシャーレ、その中に入ったムカデの死体だった。うわ、ムカデからは何か赤い物体が生えている。こいつは一体。よかった、これ不可思議な赤いやつなんですよね。こんなの生えてるムカデなんか絶対怖い。へえ、面白いものを見つけたね。クール。その赤いのは多分キノコよ。傘がないから分かりにくいけど。キノコなの？いつの間にか自分の肩越しに疲労がシャーレを覗き込んでいる。虫平気か。ムカデの死体を苗床に育ったみたいね、そのキノコ。冬虫夏草の仲間かな。すっごく興味深い。研究者強いな。なぜそんなものがここに。古い社と理科実験用のシャーレ、共通点がまるで見当たらない。ねえ、このシャーレはどうすんの。もちろん持っていくよね。やだ。そうだな。やだ、持って行きたくない。置いていこう。好奇心で目を輝かせた疲労に促され、ムカデ入りのシャーレを回収した。持ち歩きたくない。でさ、この子はどうすんの。目を覚ます様子はないけど。放っていくわけにもいかない。保健室へ運ぼう。女子生徒を背負うと渡り廊下を後にした。保健室、もう大丈夫なのか。これはまさかの真下さん。え、でも真下さん今別の事件追いかけてるって言ってたけど。保健室へ戻ると支援の匂いがした。印人でタバコ吸う人他にいたっけ。あ、真下さん待ちくたびれたぞ。なんで、え、なんで。待ちくたびれたぞ。やっと戻ったか。そこにいた目つきの鋭い男はタバコを携帯用の灰皿に放り込んだ。マスター、
タバコ臭。ちょっと、学校で喫煙はまずいでしょ。子供たちに悪影響じゃない。真下さん、常識ぶっ壊れてんの？言い方よ。おや、そういうもんか。ガキの頃、教師とは教務室で堂々と吸ってやがったが。時代が違うっての、配慮しなさいよ。ち、窮屈になったもんだ。それでだ、涙目。背中のガキは一体なんだ。待ってくれ、先に彼女を休ませる。気を失った女子生徒を寝かせる。目覚める気配はない。さて、事情を話してもらおうか。知り合いが気絶した女を担いで現れたんだ。俺じゃなくても驚く。わかった、こちらも聞きたいことがあるしな。マスタさん、なんで？この男はマスタサトル、元刑事で今は探偵を生業とする印人だ。本人は超常現象や霊的な話に特別なこだわりはないようだが、さまざまな事情が絡んだ結果、自分と共に怪異の起こした事件を追うことが多い。やれやれ、調査のためとはいえこんな場所に来る羽目になるとは。こんな場所？学校のことか。ああそうだよ、ガキの多い場所は面倒も多い。たかがタバコ一本でこのありさまだ。無人の廃校に忍び込む方が気楽でいい。ああ懐かしい話をしてる。死因の出会った頃の。マスター、一つだけ言っておくぞ。悪目立ちはしないでくれ、頼むから。さあな、保証はできん。俺は俺のやり方を通すだけだ。ちょっとこの笑顔がいい。マスターが口の歯だけでにやりと笑った。本当にそんな感じ。調査のためなら手段を選ばない男だ。校長や坂本の好みに合わないだろう。しかしその強引さが自分に発見できない真実を嗅ぎつけるかもしれない。うん、これ聞きたい。マスター、お前の事件は片付いたのか。ああ、ようやくケリがついたよ。守秘義務があるから話せんがな。それで一息つけると思ったら。あ、なるほど。安岡のばあさんに貴様を手伝えと頼まれた。人使いが荒いぜ、クソ。わあ、安岡さん。いやー、レーグといい、マスターさんを送ってくれることといい、頼りになりますね。この男は他の印人とは違う。怪奇事件の調査を生業とする探偵で、危険にも慣れている元刑事だ。一番頼りになるかもしれない。彼が協力してくれるというのなら遠慮すべきではないだろう。それが疲労と死人の標的の生存にもつながる。世話をかけてすまないな。ち、礼ならばあさんに言え。俺は仕事できただけだ。ああ、報酬もらってるのか。事件の概要は安岡のばあさんに聞いてる。人間のふりをした怪異らしいな。面白い山じゃないか、おい。そんな軽口を叩きながらも、顔の方はみじも笑っていなかった。マスターはマスターなりに緊張しているのだろう。被害も現に出てますしね。話を聞いて思ったんだが、俺には貴様が死人の予告状に振り回されてるように見えるぜ。予告状の怪異を追ったところで死人の正体にはたどり着けんぞ。そうかもしれないな。だが怪異を放っておいたら誰かが殺される。ち、じゃあなんだ。死人が飽きてやめるまで奴のゲームに付き合う気か。それは目先の出来事に惑わされて本質を見失うなよ、涙目。事件を解決するには学校に紛れた死人を見つけ出すしかない。そのために貴様のすべきことは周囲の人間を疑うことだ。いいな。なあ、さすが真下さん、専門家らしいアドバイス。客観的視点も入っていいですね。ところで涙目、
マスターが顎をクイッと動かす。その先にいるのはベッドの女子生徒だ。そろそろこのガキの話をしてくれ。いつまでお預けを食らわす気だ。はい、情報を話す社の出来事。へえ、こいつに襲われたのか。今や校内暴力は絶滅危惧種だぞ。貴重な体験だな、涙目先生。皮肉が効きすぎる。勘弁してくれ。お前から先生呼びされると寒気がする。この子はどう見ても普通じゃなかったよね。こっちをヨタモノ呼ばわりしたり、首元にキノコが生えてたりさ。考えられるとすればコックリに取り憑かれていたのかもな。前例が。口先鹿島に取り憑かれていた美智子の様子を思い出す。あの時の彼女は怪異の想念に操られていた。この生徒もそうだったのかもしれない。っていうことは呼ばれたのかな。そもそもさ、この子は誰なのよ。生徒手帳は持ってなかったし、揺さぶったけど全然起きないし。待ってるのは時間の無駄だな。それなら校内で聞き込んだ方が早い。目立つ外見をしたガキだ。知ってるやつはすぐ見つかるだろう。ついでにシャールのことも聞いてみようよ。涙目さん、社に置いた犯人がわかるかもしれないし。あれを生徒に見せて回るのか。また評判が悪くなりそうだな。何を今さら。女子高生をたぶらかして門限を破らせたんでしょ。もう手遅れよ。ガキに愛想振りまくのも調査のためなら構わんさ。だが妙な気になって問題は起こすなよ、涙目。すごい。二人とも勘弁してくれ。無駄話はこのくらいにしておこう。不良少女は留守番の印人に任せて情報収集をしよう。シャーレ、この不良少女とシャーレについて。の、増田さん。人物ファイル。増田さん。強い。強い。肉体。フィジカルがめっちゃ強い。知能も高い。でも器用さがちょっと低い。古びたオイルライターを持ってる。愛用の関数電卓。関数電卓出番あるかな。関数電卓出番あるかな。たく、今回の山も怪異絡みか。うん、増田さん、不愛想かつ皮肉屋な元刑事の男、めっちゃかっこいい。ある怪奇事件で主人公に命を救われ、それ以来探偵に転身。依頼の中は心霊絡みが多いので、涙目さんとは腐れ縁が続いている。何があろうと自分の流儀を貫くタッチで刑事時代に培った身のこなしと鋭い洞察力で事件の闇を追い詰める。むちゃむちゃ頼りになるな。ああどうしよう。さて誰を連れて行こうか。常識破りの。でも校内歩き回るときにマスターさんちょっと怖すぎでは。アレグ。萌えちゃん。萌えちゃん。でも何も変えられないや。そういうこと。優しい。安岡さんの、レーグではあるんだけど。生徒のことは生徒に聞く。まだ いるかな。いたいたいた、よかった。先生、何か分かりましたか。そういえば最近ずっと気になってるんですけど、先生いつの間にか美智穂のことを名前で呼び捨てにしてますよね。何かあったんですか。やはり気になるよな、実は。そう、美智穂ちゃんからね、協力と引き換えに名前で呼ぶように強要されています。そんなことだと思いましたよ。
真面目な涙目先生が自分から生徒を名前で呼ぶなんてありえませんし、なんかいろんな憶測を呼んでいたかな。いい機会だ、君の意見を聞かせてくれ。おお、元の呼び方に戻すべきかな。な、それはダメ、私が美鳥に恨まれちゃう。あー、なんか見えたな。どういう意味だ。美鳥ちゃんは少なからず本当に好意を寄せてくれてるのか。あの子はあの子なりに先生と仲良く努力をしてるんですよ。すっごい大人の対応をしてきました。姫ちゃん、それを邪魔しちゃ悪いじゃないですかね。いい子だな。そうか、涙目さん絶対気づかないな、こういうの。みちほと仲良くしてあげてくださいね、先生。友達の恋路は応援するタイプか。それで、そう、問題はこの2つ。うん、知らない？ええ、心当たりもあります。すごい。1年の丸橋咲さんですね。丸橋、丸ちゃん。あれ、NG の丸、名前違ったっけ。丸ちゃん違うか。どんな生徒なんだ、その丸橋は。これは1年生の委員に聞いた話ですが、彼女は仲のいい友人がおらず、入学からずっと一人でいるそうです。そのせいか評判も悪いですね。夜の街で遊んでるとか、飲酒喫煙とか、暴走族と関係があるなんて噂もあります。噂は所詮噂に過ぎない。だがもし事実だったとすれば、丸橋咲は立派な不良生徒だ。与太者の名にふさわしいと言える。与太者候補。あー、こんなの見せていいのかな。あ、でも虫って言ったらみちほちゃんの方か。不気味なシャーレを取り出し、同僚に見てもらった。あー、ほら、こんな反応しちゃった。何ですかこれ。ムカデの死体とこの赤いのは。こんな見た目だがキノコという話だ。同僚、このシャーレに何か心当たりは。わかりません、私には何も。涙目先生、見てるのもきついんですけど。すまない。それはそう。うん。普通の反応だろう。自分やヒローはこういった不気味なものに慣れすぎているのかもしれない。とすると、虫関係はみちほちゃんがいっか。一応順々に見ておく。はい。ダメか。あ、案外図書室が引っかかったり。あ、ダメか。としたらやっぱみちほちゃんのところに行こう。何よ。角田くんのところへって言ってる。先生知ってますか？針のある蜂はメスだけなんですよ。で、何の用でしょう。ワンクッション。癖があるんだよな。坂本先生の言うことは気にしない方がいいですよ。私と姫ちゃんは先生の味方です。ね、そう言って他の生徒にも声かけしてくれてるんですよね。あ、どうしよう、先にシャーレ見てもらう。虫だけど、あ、食いついた。お、トビズムカデですね。名前までわかるんだ。ムカデは100足って書きますけど、足が100本あるのは珍しいんですよ。実際にそれだけの足があるのって一部のジムカデくらいじゃないかな。うわぁ、微塵も臆さない。その、なんだ、ムカデの話はよくわかった。キノコについてはどうだ。へえ、
この赤いのってキノコなんだ。そっちは守備範囲外なのでさっぱりですね。そうか、ありがとう。シャーレについて何も知らない。あ、ダメか。不良少女は？ああ、そんな外見した子は見たことありますよ。でも名前までは知りません。私は不良じゃないですもん。なるほどな。え、となるとあとは角田くん。あ、この二人、最初に見た時先輩後輩なんですけど、それぞれの教室前で待ち合わせして家に帰ろうとしてたんだけど、お互いが待ち合わせ場所決めてなくて、お互いがお互いの教室の前で待ってるっていうすれ違いをしてた二人だ。あ、ユリか？ユリなのか？お、仲良し。ユリか？あー、いなくなっちゃった。さあ、ここは2の A か。2の C。角田くん2の C。ここか。おお、いきなり。いた。おっす、のみのみ先生。まだ俺に用があったりしますか？空手家の角田くん。あ、予告状読んだ。生徒のメンタルを考え、事件のことは口外するなと校長に言われている。迂闊な回答はできない。まあ噂は広まっちゃうか。生徒が死人の存在を信じ想像を膨らませて噂している。でもこれこそがその目に見えない存在しえないものがいるっていう、そういう認知、いろんな人がいるんだって信じ込むことでその怪異が力を増す的な。だからこの状況怪異にとってはいいのかもしれないな。隣の席の人がね、死人かもしれないって。あっ、ははは、強いな格闘家。空手ってすごいな。うん、あ、知ってる。渡れ廊下にいる。これは多分八代のこっくりおじさんに見入られているから。あ、人格者だな。おお、すごい反応。虫嫌い？どうしたんだ、カクタン。いや、その…あ、これ虫…あ、なんか知ってるな。スンって、いきなりスンってなるじゃん。キモすぎて言葉を失った。あ、待て。なんでこれが…虫めちゃくちゃ詳しいみちほちゃんがキノコって気づかなかったのに、なんでカクタ君は理科室。なんでそんな場所に。理科室でなんかしたな。そうですか。あ、やばい、やばいぞ角田くん。あ、そして不自然に逃げていった。見回りって言いながら、あ、あのさ、涙目さん、角田くんの発言変なとこあったでしょ。もちろん気づいてるよね。あ、やっぱ変な会話だったんだ今の。角田の発言のおかしな箇所は、あ、ある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 、ま、全部でもあえて言うならこれでしょう。もちろんキノコの話だよな。初めてシャーレを見た時俺はキノコだとわからなかった。だが角田はすぐにキノコとわかった。これはおかしいように思う。そうそう、その通りよ。聞き逃してたらどうしようかと。
あ、合ってる。もしかすると彼、キノコの正体を知ってるのかも。もう一度角田の話を聞かないと。彼を探そう。まだ帰っていないはずだ。ちょっと、なんかさっきの会話の中、最初もともと理科室にあったんじゃないかな。シャーレ自体もまあ理科室にありそうなものだし、社にあるって言ったらなんでそんなところにみたいなこと言ったから、あ、これ絶対噛んでますね。角田くんちょっと探さねばですね。はい、というところでその塔の角田くんを探すのはまた次回からやりたいと思います。ムカデが祀ってあるこっくり神社、嫌すぎる。ムカデ、ムカデてか虫全般ちょっと嫌なので、ああちょっと気が重たい。まあでもこの学校、虫はかなり重要なキーワードっぽ、カビとキノコ、虫、まあキノコはあれですけど、とりあえず結構ね、死人に関連するワード、虫が出てきたのかなというところ、また一歩死人に近づける可能性大いにありということで、期待を込めてまたプレイを続けていこうと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。では月見堂マナットでございました。ありがとうございました。